取れてるわけですもんね。借り入れはするんで、種とか植えてもらいたいな。そうか、こっちが こっちでやんなきゃいけないのか。忘れてた。みんなで借り入れですね。ちょっと楽しいな。ほんと村ですね。村だ村。今何にもない村ですね。AI の方が優秀だな。起きつつやってんのか。なるほど。確かにそっちの方がいいですね。お、104。あ、全然増やせる。ってことで、2人目ですね。ちゃんと考えてやらないと、食料不足が怖いですね。これで畑全員分、いけましたね。次どうしようかな。あ、まだいけんな。どんな風に作業するのか見てみましょう。これで、こういう風に指定していくってこと？だとしたらめちゃくちゃ大変だな。ああ、そういうことか。一箇所からいっぱい取れるってこと？そういうことですよね。住民一人呼んで、明日か、明日から働いてもらおう。まあいいや、何個か。2個やってちゃんとできるかどうか。1箇所だけなのかな。ここ見張り台必要ですね。こんな感じでここに1個だけ開けといて見張り台を作りましょう。ちょっとゾンビの数増えてきました。これなんかゾンビの数が増えてんな。ん？やば。これゾンビ増えてますね。ここに1個入れる必要はあんな。なるほど。あと考えておいてかないとダメだこれ。とりあえず食料は増えてきたんで。危ない！いた！びっくりした。住民増えるともに増えていくぞこれ。いろんなとこに見張り台が必要になってくるぞ。忙しいなこれ。意外といるいるいる。こっち来てる。朝になったらゾンビさよならですね。あー、行ってる行ってる。ちゃんと行ってますね。この段差を超えていけるんだ。あー、それで拾ってますね、ちゃんと。よし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 。それで取っていくのか。うん、ちょっとまだ人が足りないぞこれ。全然124。あと2人は雇えんな。とりあえず1人雇って見張り台についてもらおう。なるべく全自動で行きたいですもんね。まだまだパンが、ああ、寝てる寝てる。食料の方はまあまあいいかな。もうちょっとまた増やしたいですけどね。今種が54か。まだでかいのはできないか。お仕事終わりですね。で夜はここでもアーチャーですね。弓兵がいるので守ってくれるでしょう。もうちょっと野宿してもらう。ここ倉庫にしたいな。でかい。早く作ってあげたいけど結構いっぱい来るな。こういう立ちみたい。こっち側にも作ってこっちからも狙えるようにすればいいですね。そろそろ夜明けですね。うん、倉庫が欲しい。建物をどんどん大きくしたい。掘ってますね。まあいいや。ここに松明置いといてあげる。明かりですね。あ、上がってった。ある程度いっぱいになると上がっていくのか。おーおーおーおお、バグってたぞ今。ゴッドモード的なものになったのかな今。
まあ、ここら辺に寝るとこ作ってもいいのか最悪だけど、ほんとタコ部屋ですね。しばらくはこっち側に作っといて、ちょっとまだ建物をたくさん建てる余裕がないので、本当のタコ部屋にしよう地下労働施設ですね、こっち側は。そういう感じで作っていこう。これぐらいの大きさにしとくか。ここでたくさんの奴隷じゃないけど村人たちを収容してあげよう。労働者収容施設ですね。よし、いいですね。おお、いいですね。借り入れも順調だ。この調子でバンバン。よし、雇おう。募集ですね。コロニーサイズ2になった。やばいな、コロニーでかくなったら襲撃が来るって言ってましたからね。考えてやっていかないと。ちょっと見張り台もちゃんとしたの作ってあげようかな。さすがにこれじゃあな、倉庫と倉庫作んなきゃいけませんね。であと木を切ってこなきゃいけない夜ちょっと危ないんで、今のうち木を切りに行きましょう。木を切る人が必要になってきたな。大変ですもんねこれ、自力でやってたら。いいですね、若干できてきたこの調子ででかくしていこう。徐々に徐々に村作りですね。借り入れも順調ですね。木だな、木が欲しい今日はここら辺をもう壁で囲いたいんだよな。こういうところに植林場がいいですよね、やっぱり。うん、そうしよう。湖の前は OK なんで、ここら辺をぐるーっと壁で囲んでアーチャー設置すれば OK でしょう。ここだったらいくらでも増やせますからねほっとこう。いいですね、こんな感じにして。あ、わらいっぱい取れてんな。そっか、あれで取れてんのか。やっていきましょう。はい、OK ですね。で、明かりも置いてあげよう。うん、だいぶ増えてきてる。はい、いいですね、明るい明るい。これで働いてもらおう。さらにちょっとどっかに林業をしてもらう場所ですね。この奥でいいな。こっち側にしましょう。ここら辺にちょっと離れたとこだけど働いてもらおう。こんぐらいか。これで置いて、ここで林業をやってもらいましょう。いや、中の方がいいのかな、やっぱり。ここに浮島でも作るか、林業専用のまあここは畑かな。まあいいや、こっち側後で考えるとして、もうちょっと畑も増やしたいですからね。とりあえず
林業の人をこっち側に入れよう。あー、林業もやってくれてますね。ってことは木も順調に今後増えると思うので、では置いといて、あ、ツルハシがなくてかわいそうな人がいる。これにして、はい、投げときましょう。もう1マス分ぐらい広くしよう。で、2階も上がれるようにすればいいですもんね。はい、こんぐらいにして、こっち側にも弓兵が必要ですね、これ。ああ、石で作るか正直石でいいですよね、今。誰か人やられた？あら、ゾンビがここまで入ってきちゃった、今。嘘あれ、守りがおかしいな。ゾンビが入ってきてましたね。やば、守りがいるはずなのに下までこらえちゃったのかな。やっぱこっち側にも早いとこ弓兵のあれを作った方がいいですね、これ。こっち側にも一人弓兵置きましょう。やられてましたかね、今。いろんなとこ弓兵必要だな。やられるとは思わなかったな。ちゃんと見てなかったですね。こっち側にも弓兵配置したんでいけるでしょう。食料はいい感じですね、今のところ。もう一個くらい食料増やしてもいいけどな。種が128、ちょっと余ってきましたね。小麦農家増やそう。まあいいや、こんな感じで。こっち側も作っときましょう。ここになんかいろいろ置いときたいですね。作業部屋ですね。そのまま作業部屋行けるようにしとくか。ここは閉じとこ。かまど、料理場はこっち側にするか。分けましょう。ここは怖いな。早く入れてあげないとやばいな。これみんな中にするか。ああ、ここでみんな寝てますね。ちょっと外の人たちもこっち側に移動させよう。ベッドそこ怖くなってきたんで、ここを増築して、地下労働施設をさらに大きくしよう。こっち側に。置いた、いいですね。これで両脇に置いていけば OK だな。誰だこれ。倉庫ですね、ここは。あ、こういう置き方もできるのか。なるほど、なるほど。なんかいろいろ、ああ、鉄できてきましたね。よし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 。こんな感じで、作業所とこっちを開けましょう。で、ここでまた、上流村人の部屋も作ってあげればいいか。ドアとか欲しいですね。 OK かな。これでいくか。や
ばい、作業着は面白いな、これコツコツとやっちゃうやつですね。今後のアップデートでいろいろ増えたら面白そうですね。とりあえず100人規模の村になったらかなり賑やかそうですよね。で、住民募集ですね。ちゃんとそれぞれの場所を置いていきましょう。おー多くなってきた。